米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は29日、日本時間30日、敵地メッツ戦で敵地放送局は、打席に入る前の大谷の所作に注目していた。さりげなく頭を下げ大谷は三塁側ベンチから歩を進め、球審の後ろを通って左打席へ。メッツベンチの方向に目を配ると、右手をヘルメットのつばに添えて軽く挨拶した。素振りをした後、二度星と球審にもリアクション。二人もこれに返礼したようだ。相手指揮官に挨拶をした行動に、敵地ファンからも称賛の声が集まった。米国人選手は日本人選手から敬意について多くを学べるな。日本の文化は最高だな、人格がある。これはもう前から何回目っていうぐらい言われてる。日本では少年野球からしつけられるけど、最近今永選手も審判からボールをもらうときに、頭を下げる仕草が話題になってた。やはり日本の文化は世界最高だな。なぜなら相手を思いやるから。日本の文化でもここまでやる人は少ないし、大谷の人柄でもある。挨拶されて悪い気はしないからな、良いことだ。同じ日本人として誇らしく思う。基本的にはやるけどたまに忘れるんだよな。大谷選手は忘れず毎回やってるんか？日本人として当たり前の動作だと思ってたけど、世界的に見るとここまで称賛されるのか。日本人は何に対してもとりあえず頭下げるからね。今まで全員じゃないにしろ一礼してる選手はいるだろうけど、ここまで話が上がるのは大谷翔平だからかな？大谷自身が自然に当たり前のようにやってるのもポイント高いんだろうな。挨拶しただけでこんなに称賛される大谷羨ましい。俺がやっても特に何も思われないだろうし。最後に二度への言及もあって笑った。何しても褒められたり称賛されるのくさ。このまま行けばそのうちバットに当てただけでも称賛が入りそう。どんなスポーツであっても礼節が大切なのがよくわかるわ。日本の礼節の一つを取り上げてくれるのは嬉しいけど、大谷がやったから見てくれた感あってちょっとな。いろいろ文化が違うけど至急ぶつけたら謝るとか、こういう良い所作は、日本人はメジャーに行ってもみんな忘れずにやってほしい。